今期のア・リーグ MVP 争いは本塁打のリーグ新記録が目前に迫るニューヨーク・ヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手を受賞者に推す声が多いが米紙ボストングローブのピーター・エイブラハム記者はロサンゼルス・エンゼルスの大谷翔平投手こそ今期のア・リーグ MVP にふさわしいと主張したジャッジはロジャー・マリス氏が持つア・リーグのシーズン最多本塁打記録61本に迫る勢いでホームランを量産し 現在57本で本塁打ランキング首位を突っ走っている。対する大谷は34本塁打で3位のホームランを放ちつつメジャー史上初の10勝30本塁打という記録を打ち立て二刀流の実力を見せつけた。エイブラハム記者はジャッジはあらゆる統計を支配している。白熱したペナントレースの中で高パフォーマンスを発揮していることは評価されるべきだろうと語る一方でしかし。 大谷が再び目覚ましい活躍をしたことを見過ごすのはあまりに軽率ではないだろうかとしジャッジが今期のア・リーグ MVP を受賞すると予想する声に対して疑問を投げかけた続けて大谷の OPS は900に近く136イニングを投げてエンゼルスを牽引している確かにジャッジは確率的には勝者だしかしもし彼らの役割が逆で 大谷がヤンキースの二刀流として活躍していたらと考えればどうだろうかたとえ負けているチームであったとしても勝者になるのではないだろうかと述べている大谷翔平投手を愛する米ー記者が自身への批判を嘆いているヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手とのア・リーグ MVP 争いが白熱する中大谷を猛プッシュしかし多くの人に嫌われていますと綴っている批判に嘆いていたのは 米スポーツ専門局 FOX ス,スポーツのアナリストベン・バーランダー氏だった日頃から大谷マニアを自称し自身のポッドキャスト番組に大谷の専門コーナーを設けるなど浸水している大谷を愛し野球を愛し日本のファンにも親しまれる存在だが15日にこんなツイートを投稿した今回のア・リーグ MVP レースの議論に関して ヤンキースファンの半分とは仲良くなれそうですが多くの人に嫌われていますでも思ってもいなかった人たちと友達になれることもあるそれは素晴らしいことだ MLB 通算226勝のジャスティン・バーランダー投手を兄に持ち大学では二刀流に挑戦した末に断念した経験があり大谷に大きなリスペクトを示している MVP 争いはジャッジ優勢の声が強い中 一貫して二刀流の素晴らしさを伝えてきた。しかし、反対派のアンチから意見やそれ以外の言葉をぶつけられることもあり、今回の投稿に対しても、MLB 最悪のアナリスト、うざい野郎だ、黙れと英語で書き込まれている。中には99、99%のコメントがあなたと反対の意見だ。ヤンキースファンだけではないといったコメントに、同志が、 ヤンキースファンだけが反対しているとは言っていないですよと回答する者も,のも一方「ベンを嫌いになったことはないよ」「君の意見に賛成できないだけで嫌いじゃないよ」「ただの MVP レースの話し合い気にしないで」と温かい言葉を送るベイファンもいるようだ大谷とヤンキースのアーロン・ジャッジの MVP 論争が過熱する一方だ MLB 公式 Twitter は2人の特別な選手が特別なシーズンを送っている。 ととと大谷ジジャッジの成績を書き込んだイラストと共に投稿「あなたはどちらを MVP に選ぶ?」と問いかけた米スポーツ専門テレビ局 ESPN では大物スポーツキャスターのジョー・バック氏が登場し MVP のテーマで語った同志は大谷は昨季 MVP で今季も同じように今まで見たこともないレベルの活躍をしている投手に専念すればメッツのジェイコブ・デグロム級 そして打者としてパワーもあり足もある。信じられない。素晴らしい選手としながらも、しかし MVP はジャッジだ。チームは首位だが、彼がいなければその位置にはいられなかった。しかもマリスの本塁打記録まであと4本と迫っている。と意見を述べた。一方、ジアスレチックではポッドキャストで専属記者が激論。マーク・カリグ記者が、ジャッジの数字はすごいと成績を読み上げると、グラント・ブリスビー記者が、それはクレイジーだ。 で、ジャッジの防御率はいくつと応戦同記者はジャッジは称賛したいだが大谷はあらゆる記録を破っている彼が一流の打者で一流の投手である限り他の選手に MVP を与えることは考えられないと主張した 33!